こんにちは、お元気ですか。管理栄養士の丸尾和樹でございます。日本の孫反応素晴らしさを伝えております。さて今日はですね、年末年始が近づいてきたということでぴったりのテーマをご用意しました。こちらです。正月太りを防ぐにはということでですね、まあこの年末年始というのはもう本当にねイベントごとが多くて、まあ、忘年会、クリスマス、そして年末年始お正月ということでですね、まあ最も一年の中で食生活が乱れる時期なんですよね。僕も以前ですね病院に勤めていたんですが、まあ、いろんな患者さんの食事記録とかね、あるいは血糖値とか血圧とかいろんなそういうデータを見ると、この1年の中でね一番ここがやっぱ数値が悪化する時期なんですよね。でまあ一般的に考えると、まあ、太ってしまうっていうね、これ結構お悩みで多いんじゃないでしょうかといったところで、今日はねそのことについてお話をしていきたいと思います。まあ、正月太りを防ぐにはっていう方法とプラスしてですね、そもそも正月太りを防ぐことは可能なのかっていうところからね、今日はお話をスタートしていきたいと思いますので、よろしかったらぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、じゃあまずですね前提のお話からちょっと入っていきたいと思うんですね。そもそも正月太りって防げるものなのかということなんですが、これね体重を増やさないのは簡単ですよね、非常に簡単。まあ、どうすればいいかっていうと、普段と変わらない食生活、生活習慣を送ればですね、体重は増えないはずなんですよね。もう、that's it って感じで、話、そこでおしまいっていう感じになるんですが、じゃあね、そんな生活を果たして僕たちは過ごしたいのかってことですよね。まあ、年末年始、やっぱりいろんな、こう、ちょっとお祭り気分になったりとかね、あるいはコロナ禍も落ち着いてきたので、ご家族で集まって団らんみたいなね、やっぱりこう、非日常な期間だと思うんですよ。で、やっぱりそこに付随する食事っていうものも、普段とは違う。いわゆる、晴れと気で言うとね、晴れの食事になってくるわけですよ。なので、どうしてもご馳走が多くなる。その結果としてね、太ってしまうっていうのは、まあこれ、当然の帰結と言えるわけなんですね。それが本当に嫌なんだったら普段と同じ生活をしましょうで終わってしまう話なんですけど、まあそれって果たしてね、幸せなのかっていうことがまず一つと、あとこの時期に体重が増えるのはいけないことなのかっていうね、まあこの視点もぜひ持ってほしいなと思いまして、そもそも生き物はですね一年を通して体重が変わらないっていうのはこれ不自然な状態とも言えるわけなんです。これはね野生動物を見てみてください。ね、自然の中に暮らす野生動物というのは食べ物がたっぷりある秋のうちにですねもうたらふく餌を食べてね太るわけですよね。で食べ物がなくなる冬にはその蓄えた脂肪を使って、飢えをしのぐと。で春になってまた暖かくなってくるとまた食べ始めるっていうですね、この自然の動物というのは1年を通して体重の変動がある。これが自然な状態なんです。だから人間もですね年間通じてもう体重が変わらないっていうのはある意味不自然なんですね。やっぱり季節によって食べ物も変わるし気候も変わるし気分だって変わるし上下があって叱るべきなんです。これが自然な姿なんですっていうね、ちょっとこう長い目線で見ていただくとですね、決してこの時期に体重が増えるのは悪いことではないんですね。何がいけないかっていうと、この時期に増えた体重を持ち越してしまう。つまり年末年始でじゃあ2キロ太りました。この2キロをね、2月になっても3月になっても春が来ても変わらないままだとね、こう毎年年を経るごとにプラス2キロプラス2キロプラス2キロ、これは肥満につながりますよね、ね、病気のリスクが上がりますよねっていうお話なんですよ。だからまあそういったね、こう長い目線で見ていただくと、この時期に体重が増えるのは決して悪いことではない。むしろ大事なのはその後に増えてしまった体重を落とすことですね。ちゃんとそこで調整をすること、これがすごく大事になってくるんです。まあ今回のね動画ではとは言っても、そんなね、じゃあ無尽蔵に食べていいかっていうと、とんでもない体重の増加とかね、あるいは健康状態の悪化なんかにもつながりかねませんので、この時期をね、最小失点に切り抜けるために大事なこと、これをね、今からお話ししたいと思います。
あとちなみにね、さっきちょっと、お話をした、じゃあ増えてしまった体重をどう調整していくのか、これはですね、また年明けに改めてね、動画を撮ろうと思っています。今回の動画ではですね、そのなるべくこの時期最小失点でね、切り抜けるために大事なことを3つに絞ってお話をしていきたいと思います。さあ、では前提のお話は以上としまして、一つ目から見ていきましょう。まずですね、過行動を意識するっていうお話なんですね。これね、その年末年始、まあ食事がね、ごちそうになる、これどうして太るかっていうと、一言で言うとですね、これなんです。超加工食品が増えるんですよね。これ過去に動画でもやりました、超加工食品。まあいろんな良くないことがある、肥満はもちろんですね、他にもね、まあ動画で過去喋っていますけども、そう、一言で言うとね、年末年始って超加工食品が増えるんです。で、まあ詳しくは話しませんけど、要は高糖質、高脂質ね、砂糖たっぷり、油もたっぷりみたいなもの、しかも加工度が高いっていうことはね、食物繊維が少ないんです。はい、砂糖たっぷり、油たっぷり、食物繊維少ない、もうこれ太る条件が全部揃っちゃってるんですね。つまり高カロリーで食物繊維が少ないってことは満腹感が得づらいんですね。だからたくさん食べてしまうね。例えばあのシュークリームね、あれ結構カロリーありますよ。でもね、カロリーがたっぷりあって高糖質、高脂質、でも食物繊維ほとんど入ってない、だから300キロカロリーとか食べたのに全然まだいけるっていうのは、そういうことなんです。これが超加工食品の怖さなんですね。やっぱりね、この晴れと毛のバランスをとっていくこと、これがすごく大事なんですよ。晴れの日はもう楽しみましょうとね、超加工食品も食べちゃう、それしょうがない。でも毛の時、つまり今日は別に何もないわみたいな日もありますよね。毎日宴会をしているわけじゃないよと。で、その何もないわの毛の日にぜひね、超加工食品ではなく加工度の低いものを食べてほしいんです。つまりあまり加工されていないもの、シンプルな食べ物っていうことですね。例えばお米を食べるにしても、白米より加工度が低い玄米にするとかね、まあさつまいもっていう食材一つとっても、大学芋なんかになると油も入ってるし砂糖も入ってるし、でもさつまいもをただふかした、ふかし芋です、焼き芋ですだと加工度は低くなる、こちらの方が太りづらくなるわけですね。たっぷり栄養も入ってる。ぜひこういった形で加工度を意識するようにしてみてください。まあいろんな方法はねあると思うんですけど、一つねおすすめしたいのは、ぜひこれ食べてほしいなっていうものはね、たっぷり野菜の入った味噌汁、もしくはスープでも結構です。汁物、あとは蒸した野菜ですね。この熱を入れた野菜、これをねぜひ食べてみてほしいんですね。まあ野菜を食べるっていう時に生野菜、サラダももちろんいいんだけれども、やっぱりね火を通した方がかさが減ります。たくさん食物繊維取れます。なのでこういった野菜が入ったスープとか味噌汁ね、このスープの中にも溶け出した栄養、前回お話ししたカリウムなんかも入っていますので、ぜひこういったものを意識してね、まずは取られてみてはいかがでしょうか。さあ、では続きまして2つ目のポイントです。トン、空腹の時間を作ると、はい、いうことですね。まあこれも要はね、あのメリハリ、晴れと毛のお話でですね、そのまあ、要は、がっつり食べる時があるわけですよね。普段よりも食事量が多い、なんならデザートもお酒も、みたいなね、時がある。なので、それ以外のところでね、空腹の時間をぜひ作ってあげてください。まあ、人間の体というのは、以下と同化と言いまして、まあ、こういったね、そのサイクルが働いているんですけど、体重が増える時っていうのは、要は余ったカロリーを同化しているんですね。で、この常に同化、要は食べて食べて食べてだと、まあ積み上がっていくわけですよ。貯金がね、脂肪という名の貯金が積み上がっていくわけです。まあそれは好ましくない。だからぜひ以下の時間、この以下の時間っていうのは、要は体の中に溜め込んだ脂肪を分解する時間なんですね。これがすなわち空腹状態なんです。ああ、お腹空いてるな、ああ、お腹減ってきたなっていう時に、この以下が行われて、で、溜め込まれた脂肪をエネルギー源として使い始めるっていうことなんですね。この時間をぜひ作りましょう。メリハリのお話です。はい。なので、まあ、朝、昼、夕、ね、1日3食食べるっていうんであれば、まあ、大体、ディナーがね、今日はディナーが控えてるぞという時はですね、朝と昼意識していただいて、まあ、なるべく空腹の時間を取る。ね。
まあ、あの翌朝もそうですよ。この夕食にがっつり食べた、じゃあ翌朝ちょっとね、果物だけにしてプチファスティングしてみようかな、まあ、それもいいと思いますし、あとはこの、ね、夜にメインが控えてるんでしたら、じゃあ朝と昼はあっさりしよう、ね、油は少なめにしたりだとか、あるいは植物性のね、大豆製品をタンパク源に取ろうとかね、いった形で、まあ、朝と昼を軽めにして調整をする、このように1日の中で、調整をすると、はい、で楽しむときはしっかり楽しむっていう、このメリハリを作っていくことがすごく大事になってくるかなと思います。で、まあ、おせちもね、これすごく晴れの料理だと思うので、ちょっとここで触れておきたいんですけれども、まあ、おせち料理がね、こう太るとかっていう話もあったりして、まあ、おせちっていろんなね、具材が料理が入っているかと思うんですが、確かにね、中にはかなりね、もうほぼお菓子なんじゃないかってものもあります。例えば栗きんとんとかね、黒豆とかね、伊達巻きとかね、もう伊達巻きなんてほとんどカステラやんみたいな原材料みたいなっていう話になってきたりだとか、まあそういうものも入っているんだけれども、でもおせち料理は晴れの日ですから、僕は全然構わないと思いますね。僕も好きで食べるんですけど、ただまあそういった知識は持っておきましょうとね、もうこれほとんどお菓子やんみたいなものもあるので、じゃあここでもお菓子食べてるんだから、食後のお菓子はなしよ、みたいな感じね。これも要は晴れとけですよ。メリハリをつけていく。で、あとはそのおせち料理の中にもいろんな多様性がありますよね。別にみんなそんなたっぷりお菓子を使う、お菓子というか、砂糖を使っているものばかりではない。ごぼうがね、叩きごぼうが入っていたり、紅白ナマス、ね、酢の物は血糖値の上昇を抑えてくれる肥満予防にもなるっていうものが入っていたりね、結構野菜とか、あと小魚、田作りなんかもね、入っていたりしますので、まあ、ぜひそういったところをバランスよく取るというところもね、ポイントになってくるかなと思います。はい、ちょっとね、話が広がってきて、まあ、いくらでも広げられるんですが、もう最後なんでね、はい、三つ目行きましょう。座りっぱなしを防ぐ。これね、まあ、順番でね、こう話してきましたけども、これがね、大きいと僕は思います。どうして年末年始、太ってしまうのか、もちろん食べ過ぎもあるでしょう。でも、もしかしたら、それ以上に大きな影響を与えているもの、それはね、この座りっぱなしの時間が長いこと。これが非常に問題なんですよ。というのもね、気持ちはめちゃくちゃわかりますよ。年末年始、寒い、外に出たくないよ、家にいたい。で、家にいても十分楽しめる。ね、家族が集まる、テレビがある、インターネットもある、もう無限に楽しめる。ここから出たくないよってね、いうことなんですけど、この座りっぱなしって本当に良くないんですよ。なんかね、運動不足が良くないよ。あ、じゃあ運動しようってね、まあ、言われてきました。でも最近わかってきたことは、運動をしなくてもいいと。もう運動しなくてもいいから、とにかく座りっぱなしはやめましょう。それぐらい、これ良くないんですね。筋肉が落ちる、代謝が落ちる、体糖のが落ちるってことで、もうほんと負の連鎖、良くない。もう太るだけじゃ済まないぐらいの体にこう害悪を与えるってね、いうことがまあいろんな研究によって分かってきています。で、年末年始というのはもちろん食事も一番荒れる季節なんだけども、それと同じぐらいですね、一番座りっぱなしの時間が長いんですね。そこもぜひね、注意していただきたいです。というのも、この体糖の、要は血糖値のコントロールがうまくいかなくなる。まあ、代謝が落ちるってね、いうことに置き換えてもいいと思うんですけど、これが起きるとね、影響残っちゃうんですね。これが厄介なんですよ。別にたくさん食べたものは、その正月明けに解消すればもうしまいっていう話なんですけど、体質が悪くなると、要は太りやすい体質になってしまう。痩せづらい体質になってしまう。で、その影響は残ってしまうんです。なかなかリセットしづらいんですね。だからこれはぜひ避けていただきたい。正月明けのね、その増えてしまった体重を調整するっていう時にもすごく足を引っ張ります。ですので、座りっぱなしを防ぐということですね。別に運動しなくていいです。ちょこちょこっとね、30分に1回、できれば、難しければ1時間に1回でも結構、とにかく立ち上がる、ね、お茶を入れる、緑茶たくさんぜひ飲んでください。ね、家族との集まり、なんか食器を片付けるでもいいですよ。皆さんからに評価まで上がって一石二鳥だっていうことでね、とにかく座りっぱなしを防ぐ、ぜひこれ、意識してみてください。近所を散歩するでもいいと思います。皆さんもぜひね、アイディア出していただければね、コメント欄にも書いていただければと思いますので、はい、いいねとコメントはチャンネルの栄養でございます。ぜひ今後もね、よろしくお願いいたします。それではここで少しお知らせです。管理栄養士マロの公式 LINE を配信しております。YouTube では話しきれない健康や栄養に関する情報をマガジンや動画で配信中です。
登録するともらえる豪華重大特典もご用意しております。登録お済みでない方は概要欄からぜひ友達追加してみてください。はい、それではですね、以前アップした動画にいただいたコメントを読んでいきたいと思います。こちらの動画は健康系緑茶のレビューをしたというね、まあちょっと面白系の、でも内容は真面目の動画ですけども、コメントをいただきました。まずは一番いいねを集めた体喜ぶでしょうがこちらです。トコットさんですかね。ペットボトルのお茶は農薬まみれって言ってませんでしたっけ、ということで、まあある程度ね予想はしていたんですけども、やっぱり農薬気になるよっていうコメント非常に良かったですね。まあね、これに関してはもうなんというかね、まず僕農薬まみれとは多分ね言ってないと思います。はい、まあ確かにね、緑茶、ペットボトルの緑茶にね、農薬が、まあ残留農薬がね、入ってるよなんて話はしたんですけども、まあ、農薬まみれとはね多分言ってないのかなと思います。まあちょっとね、なんていうか、もう皆さんのコメントを読ませていただいて、まあ本当にこう僕のね、伝え方がなかなかこう至っていないなと言いますか、やっぱり僕の考えていることだったり、僕がその本質的に大事だと思っていることがまだまだね、伝わっていないんだなということで、反省をした次第でございます。まあ本当にこう来年もですね、 YouTube もちろん続けていくんですけれども、まあ、よりですね、その情報とプラスして、まあ、それをどう捉えるかとか、どのように行動するべきかっていうかね、まあ、人それぞれ考え方があるので難しいところではあると思うんですけども、まあ、情報をただ伝えるだけじゃなくってね、その僕の考えみたいなものもやっぱ合わせてちゃんと丁寧にね、もっと伝えていく必要があるのかなというふうに思いました。皆さんね、コメントいただいて本当にありがとうございました。そして僕が一番気になったコメントがこちらです。まさまささん、ありがとうございます。楽しい動画でした。購入する時の参考にしますということで、はい、なんかね救われましたね。結構やっぱ農薬どうなんだよみたいなね、こうコメントがある中で、このコメント、すごく僕の心が浄化されて、救われたということで、はい、本当にありがとうございました。まあ本当ね、いろんなコメントをいただけるのがありがたいところですので、ぜひ今後もですね、皆さんのご意見、忌憚なきご意見をコメント欄にお寄せいただけると嬉しいです。ということで今回の動画は以上でございます。いつもご視聴くださりありがとうございます。少しでもですね、参考になったよう楽しんでいただけた方はぜひいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、もうこれが今年最後になるのかな、ちょっとね年末ライブ放送もねやろうと思っているのですが、もしかしたらこれで、動画としてはね今年最後になるかもわかりません。皆さん、本年もね、たくさん見ていただきまして本当にありがとうございました。来年も皆さんのお役に立てる、そして体喜ぶにつながる動画作りやっていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。それでは良いお年をお迎えください。さようなら、ごきげんよう。